ジャシー・スモレットはアメリカ合衆国の俳優、歌手、写真家。ドラマ、エンパイアー成功の代償で演じた芸のシンガーソングライター、ジャマル・ライオン役で知られ、本人もゲイであることを公にしている。1982年に、米カリフォルニア州サンタローザで6人兄弟の3番目の子として生まれる。父ジョエルはロシア及び、 ポーランド系のユダヤ人、母ジャネットは、ネイティブアメリカン、アイルランド、クレオールの血を引くアフリカ系アメリカ人で、市民権活動家である。3人の兄弟と2人の姉妹がいる。妹のジャーニー・スモレット・ベルは、子役出身の女優、弟のジェイク・スモレットも子役出身で、成人後は料理番組を手掛けるなど、テレビや料理関連の仕事をしており、 他の兄弟もすべて子役などでの役者の経験や、テレビタレントの経験がある。子役として、キャリアを始めるが、1990年代半ばで、俳優活動を休止し、歌手として活動する。その後、2012年から俳優としての活動を、再開し、2015年から FOX で放送された、ドラマ、エンパイアー成功の代償で演じた芸の、シンガーソングライター、 ジャマルライオン役で知られるようになると、コロンビアレコードと契約して、プロ歌手としての活動を本格化する。2018年には、エンパイアー成功の代償シーズン4で、演出家としてデビューしている。2019年1月には、米調査会社 Q スコアによる、ポジティブ度と、親しみやすさ度の結果をもとに、ベーザーラップが発表した米4大 TV 曲である、ABC、FOX、 NBC、CBS のドラマシリーズに出演する人気俳優トップ10の男優部門で9位に選ばれている。2015年3月に出演したトーク番組、エレンの部屋でのインタビューでゲイであることを明らかにしている。2019年1月29日未明、シカゴ中心部で2人組から人種差別的で同性愛犬を含んだ抽象を浴びせられ、 殴られるなどの暴行を受けたとして病院に運ばれた。シカゴ警察はヘイトクライムの可能性を指摘した。正体不明の化学物質をかけられた上、首にロープを巻きつけられるなどしたが、大事には至らず、2月2日には復活ライブを開催した。その後、2月20日にシカゴ警察は事件がスモレットによる自作自演の可能性があるとして、 スモレットを治安便乱行為及び虚偽通報の疑いで訴追したと発表。翌21日にはスモレットを逮捕、拘留したと発表した。スモレットは保釈金を払い、パスポートを提出した上で保釈された。エンパイア成功の代償シーズン後の撮影途中であったため、以降のキャストから外れた。3月26日になって、シカゴのクック軍検事局は保釈金の没収などを 条件に全財状での起訴を取り下げ、裁判を経ずに無罪との判断が下されたことになったが、その理由を明らかにしていないことから、シカゴ市長は、これは司法による粉飾だと批判するなど、疑問の声が上がっている。その後、シカゴ警察は捜査のための時間外労働にかかった、費用として十三万ドルをスモレットに請求したが、スモレットが支払いを拒否したことから、市当局は、 民事訴訟に踏み切るとしている。ありがとうございます。